俺アポと並ぶレベルで熱いカップリングの変理さについて慣れ初めといつ頃からいじられ始めたのか聞きたいですということで、慣れ初めって変理さんね、なかなかちょっと解像度高めのねお二人ですけど、いつから変理さんとはちょっとこうねただならぬ関係になったんですか。友達と友達、あお友達、あそうですよね、お二人、まあ、二人はあくまでもコンビというかお友達ですもんね。まあ、いつからじゃあただならぬお友達になった感じですかね。もうこのことをやめようかな。なんか芸人旅団作る前にちょっと前に仲良くなって、うん、でなんかそれ立花ひなのさんと変理さんが最初仲良くて、でその2人のコラボに私が呼んでもらって、はい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 、でそれが3人で初めて遊んだ時、うん、その3人の切り抜きが結構再生数を、うん、見ました見ました、そうそうそう結構上がってて、はい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 、でなんかその後もその同じメンバーで3人で何回か遊んだりして、うん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 って感じですね。もういつの間にか言われてたんだ。そうなんかね、そんな別そんなつもりやってないですけどね。ね、そんなつもりじゃなかったの。うん、いやでもなんかこうね、俺アポとはまた違うこう味がするカップリン、あコンビよね、うん。すごいちょっとねまた味変だなって思いながら。なるほどなるほど。うん、なんかね喧嘩カップル、まあちょっと僕はね俺アポは喧嘩カップルかなって思ったりはしてるんだけども。そうなんかそう喧嘩カップルっていう単不女子ワードで笑うのやめようね本当にね。本当にやめようね。変にさあれなんか夫婦漫才のそっちの系統の味がするんですよね。まあなんかそのこっぱずかしいそのイチャイチャとかがちょっと、うんうんうん、あんまりお互いあんまり好きくなくて、いや好きだとしても別にそういうことをする間柄じゃないですけど、はい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 、あまあそうですよね、そうですよね。そうね、そうだから別にそういう感じの関係じゃないんで、うん、あで、ね、でもだからこそ出るなんかこう急な距離感の近さのみたいなところいいですよね。なんかこう急にリサって呼んでね、まあ、リサちゃんがびっくりするみたい なんかそういう流れとかもねすごいこういいなっていうありますよね。そうよね、うん、流れとしてね。なるほど、ね、仲いい友達としてやってます、ね、いやでもずっと末永くねただならぬお友達でいてほしいなって僕は思ってますよ。ただなってない、ただなってないから。いやもうやっぱりねこう仲良くね2人で楽しくゲームしてくれたらいいなってやっぱ我々視聴者は思っておりますよ、ね、これからも普通の友達でね、うん、いられたら いいですね。やっぱ普通の友達っていうね、こまそうだよね、うん、そうだよね。いやこんなところで言わせるわけにはいかないよね。オッケー、じゃあちょっと終わったらいろいろ聞いちゃおう。もう厄介すぎる。正直花房のことどう思ってる。はぁ、うん、難しい質問ですよこれ。いやマジで、うんうん、いいやつやなと思うし面白いと思うし、はいはいはい、ちゃんと尊敬してるっすね。あなるほど、尊敬し合える、もう背中を任せられるお友達、はい、あそうっすね。あらなんか地元の友達ぐらいの距離感でいけるんで、近所のちょっと妹的なポジションの子みたいな感じのね仲良さ感ありますよね。あそうっすね、そうっすね、はいはいはい、いいですね。いやなんか今日ねそれこそ、はい、僕が出した告知に対してねリサちゃんが反応してくれてまして、はいはいはい、ヤマピーお前画質がって言われてたんですけど、これであんま見んで知らないと思うんですけど、はいはい、この僕の画像あるじゃないですか、この七五三の、はい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 、これあの綺麗にこうやってくり抜いてくれたん、これ花房なんですよ、うん、えそうなの。やだ、あんたもこれあんたしっくり似てるのかな。あらーやだ、もうリサ立ち絵くださいって言ったら最初あの投下してないやつがボンって送られてきて、あすいません投下したの送りますって、投下バージョンあるんだと思って、僕ももらった瞬間に投下始めてたんですよ。あ投下ないんだろうなと思って投下を始めてたら投下バージョン来てめっちゃ綺麗に切り抜かれてると思って、でもサムネに配置したら画質やばーと思って、いやこれフォトショーでちょっと加工をかけても直らんと思って、もう案の定やっぱりリサさんに突っ込まれたんですいませんって言って、あの画質いいやつ用意するように言ってやってくださいって言われたんで、うわー距離感解像度って思いながらててーってなりながら僕は寝ましたね今日はね。てーてーじゃねえって、てーては仲いいっていうのもあるっすからね。いやそうですそうです、うん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 、ねやっぱそんななんかこう恋愛感情だけがてーてーじゃないですから、そうっすそうっすね、関係性のことを僕は言ってますからね。今日はですねマシュマロの方に皆さんから山下の顔を出せと、まあ、結構いっぱい来ておりましたのでちょっとねお願いしまして、やっぱちょっとアイドルなんでねあんまそんな気安くお顔出しはできないかなって思ったんですけども、ちょっとお願いしたら今日だけ特別ですよっていうことでしたので、はい
おひげも剃ってね、もう準備万端でございますよ、にも決めて、はい、ということで、もうちょっとね、もうね、それさ、マイクオンにするときそれやんだよ、マジでうるせえからひげ剃りの音えぐいうるさいんで、今日は存分にヘンディさんと漫才してってください。 V スパショナ君、花房兄さんさん、はい、花房兄さんです、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。花房さんも対談ぶりでございますよ、よろしくお願いします。いや、本当そうですよね、お願いします。まあ、今日はねヘンディさんと来てくださったということで、はい、何やその顔めっちゃ避けてるちょっと臭いんで、やりすぎだろ。いやいや、そんなね、あのヘンディさんお風呂も入ってね、あのそうよ、いい匂いですよ。花房さん嗅いであげてください、ぜひぜひ、うん、いや、ちょっとやきゃちょっとね、あのアイコス独特の匂いがしますからね、ちょっと臭くて、すいません、ちょっと臭いね、気をつけます、確かに、僕もちょっとあのタバコ苦手なんで癖なっていう感じなんですけど、あーごめんなさい、いやいやいや、2対1な感じだ今日は。そうですね、今日はね。ということでね、まあ、ちょっと待って、もう上に行って、一応の気遣いでもあるよね。いや、もう吸わないのが一番気遣いないよ。確かに、マジコラボする前の印象は、まあ、あの、うん、ヘンディさんは、まあ、そのガハ族の話でしたけども、そうですね、はい、花房さんは認知してました？いや、私全く知らなくて、だ本当に呼ばれた時に、うん、あ、でも呼ばれる前にそのノアちゃんとなんか何回か遊んでることがあって、その、うんうんうん、ヤマピーが配信 で、はいはい、でなんかその時になんかおもろいお兄さんなんかなと思って、うん、でそこまで話すまでに、おもろいお兄さんですよ、どうしました、そうですよね、で初めて話すまでに知ってる情報がおもろいお兄さんと名前と性別しか分かんなくて、うん、だいぶ知らないの、うん、OKOK、そうだいぶ知らなかったですね、うん、だから話して、だから初めて、あ、こういう人なんだと思って、うん、なるほどなるほど、じゃあそのこういう人なんだの印象はどんな感じでしたか？いや、なんか最初の1回目は、うん、なんかもう何でも突っ込んでくれるし、なんか相手してくれるから、もう普通になんかいい、本当にいいお兄さんって感じのままだったんですけど、楽しいお兄さんで、え、そう、でも本当に何回か遊んでいくうちに本当にデリカシーないし、本当になんか汚いし話が本当にこいつはもうダメだなと思ってました、何回か遊ぶうちに。あの山下くん、山下くん、あ、やめてあげて、やめてあげて、山下くん、手は良くない、手を出しちゃいけないよ、女の子だから、女の子だから、なあ、あれ誰かしないね、お前宇宙人に捕らえられた花房兄さんだ。嘘です、嘘です、優しくてイケメンです、すごいイケメンだしね、イケボだしね、優しいしね、そうだな、そうだな、臭くないよね、そう、臭くない、そうだな、そうだな、はい、かけるかける、花房無理すんな、肺が汚れるぞ。花房さんとヘンリーさんのエーペックスコラボの際に花房さんが、そんなに怒鳴ったら子供が起きちゃうじゃないと言っていましたが、これってどういうことですか、玉木くん、深掘りしてくださいということで、え、これ大丈夫、これ切り抜きとか削除した方が、これは、こいつの責任ですね。でもこれは違う、違うんですよ、違うんですよ、なんかそういう話の流れっていうか、なんかそういうネタであるじゃないですか、普通に、ネタなんですね、うん、あ、そう、そうっすよ、そうっすよ、やめてください、やめてください、裏ではなんか子供がいるみたいな、真実味を帯びさせるのをやめてください。切り抜き、僕が削除申請した方がいいのかなとか思いながら、やばいやばい、子供起きちゃうって、またこんな話してたらもう、そうそうね、また大きい子出す、やめなさい、もう大丈夫すいません、すいません、バナナ取るとエグい泣くんですよね。そうなんです、バナナ取るとエッグい泣くんですよ、これやだよね、バナナ取られたらやだよね、ねげーね、大好きやもんね、花房さん、玉木さん、ヘンディ
ニーさんのえぐい性癖の話って知ってますか、玉木くんなら大爆笑してくれると思いますということで。えぐい性癖ってなんだ、あの多分なんですけど、えぐい大気圏、僕のリサーチによると、うん、おそらくあのマッサージ、違う、あのマッサージの方じゃない、あのコリコリネの方じゃなくて、コリコリネじゃない方のマッサージ覚えてる、山下くん、下の方や、下の方や、うん、それや、下の方、多分その話、えぐい性癖というかえぐい経験体験じゃないかな、あ、性体験の話ですかね、うん、それは僕、うん、あの性癖ではないです、ちなみに、あ、よかった、まあ、性癖ですけど、でもそれが癖になっちゃってるとかではない、あ、癖になっちゃってたらそれはもう性癖なんだけど、あ、もうそれはそうですね、うん、どうした回答、僕が、あ、それこれ性癖なんですけど、体験、えぐい体験をさせていただきましてですね、はいはいはい、はい、とある方にはもうお話しさせていただいた内容なんですけれども、はい、本当に覚悟してくださいね、あ、はい、そうですね、ちょっと花房さん、はい、しんどかったらヘッドホン外してくださいね、あ、わかりました、はい、わかりました、うん、はい、あの一度ですね、男性の方に、はい、前立腺マッサージをされたことがある、それも最気持ちのお父さんに、ええ、はい、最初持ち、最初持ちのお父さんに一度愛されたことはございますけれども、え、どういうこと、いや、まあ、なんていうんですかね、僕別にそうです、あれですよ、男性の方が好きというわけではないです、もちろん女性が好きです、そうですよね、はい、まあ、経験と言いますか、まあ、その頃やっぱちょっと尖ってたんでしょうね、そうですね、 YouTuber と尖ってた時代の話ですよね、そう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 、そこを尖ってて今ではもう考えられないんですけれども、もう今はもう健全なね、はい、ピュアなね、そうです、そうです、感染症ですからね、はい、体を張ろう体を張ろうって考えた結果体張りすぎた、張りすぎや、え、そうなるに至った経緯っていうのは、経緯はあの、はい、一度ね、企画でなんか、はい、そういう場所に行ったんですけれども、はいはいはい、僕はその時にやばいわと思って逃げたというか、おー、まあ、ビビりますよね、そう、ビビっちゃったんですよ、なんかそれがちょっと引っかかってたんですよね、 なるほど、あの時逃げた俺ってみたいな、はい、そうなんですよ、ダサいなと、ダサいかな、そうかな、そんな、え、そういうお店にその方がいたってこと、うん、そうですね、その場所ですね、場所、そういうサービスをしてくれるところがあるんですね、あ、なるほどなるほど、場所ですね、この話はもうここまでということでちょっとあの花房さんのね、良くない血が今騒いでるのでどんどん掘ろうとしてますよ、ちょっと詳しくないか、うん、話もうちょっと聞けないか、ダメだ、ダメだ、僕もなんか実際やってみてどうだったのかっていう感想とかね、聞きたかったんですけど、なんかあまりその時の心理描写とかよく、ね、ちょっと聞いてみたいけど、どういうモノローグが流れたのかとか、うん、念のため言っておきます、あの、はい、僕はそのマッサージは合わないみたいです、そうなんや、はい、君はもう合わないねって言われて、あ、それはそれでエクスタシーは、エクスタシーはいや、そのマッサージではあの得ることはできなかったです、あー、はい、そっかそっかそっか、はい、気になり、次行きますか、はい、テンディさんと花房さんの好みの異性のタイプを教えてくださいなんだこれ、ちなみに念のため言っておきますけど、あの僕 NG ないって言ってるからね、私もね、私も花房さんにも大丈夫ですか、はい、大丈夫、テンディさんから行きましょうか、好みの異性のタイプいかがでしょうか、あ、やっぱりよく笑いよく笑いで、やっぱそのゲームに理解のある、あー、ゲームに理解のある、ね、はい、あと一人で生きていけそうな人ですね、ほー、はい、います周りにそういう方、いや、いたら僕今多分一人身じゃないそうだねうん、エンディさんちなみに彼女とかはいらっしゃら、あー、いない、あ、いないです、あ、はい、これ聞いちゃいけなかったですね、いやいや、そう、申し訳ない、ちょっとね、そうですよね、合わせます、ここカット、ここカット、やばい、見てる、ここカット、
見えてる、危ない危ない危ない、今ちょっとあの微妙に花房さんで隠れてたから大丈夫大丈夫、危なかった危なかった、配信してるやからな、気をつけない、映ってるか、映り込み気をつけてくださいね、本当に影とか映らないようにしてください、申し訳ない申し訳ない、反射とかね、危ないから、次はいはい、あのこのヤマピーが配信してる時のコメント欄に現れた時に覚えてますか、山下くん、覚えてないです、あのエフェクス、あのチータがチータが覚えてんじゃん、覚えてますね、覚えてますね、あの私からちょっとこれ以上話せないので、山下くん、山下さん、僕それ知らないんで、はい、ぜひ聞きたいんですが、いや僕エフェクスをプレイしておりましてですね、はい、これダウンしましたこいつやばいなと思って、うん、俺多分チーターじゃないかなと思ってその視点に行ったら、あのちょっとチーターやったんですよ、俺チーターやっぱオートエイムついてはりますやんか、違う方向にこうパーって球が飛んでいってるんですよ、もう明らかやってますね、うわ何やこれ、うん、ってなってそれを見た時にほんまになんか皮かぶった状態のチンコのションペンみたいな最悪最悪マジでクヨノアちゃんがちょうど見て、そう見ちゃってて、じゃあ、え、はい、ってコメントして、そう、確かそう、えってコメントしてて、かわいそう、いやいらんけど、エピソードをプレイしておりましてですね、はい、これダウンしました、こいつやばいなと思って、チーターでーす、さあ始まりました、チーター視点でございます、よろしくお願いします、解説は山下でございます、今回なんですけれども、このティープジー選手なんですけれども、プラチナ2で、現在ですね404ダメージ先ほど、得られた選手の戦闘データ見ていきましょう、まあ、合計10発中7発がヘッショということでですね、まあ、大変あのエイムを鍛えたのかなと、動かないエイムでずっとヘッショを狙っていたのかなと思うところなんですけれども、さあどうなんでしょうか、落ちている武器は今センチでですね、今何が見えていた、何が見えた、おっと、もう敵の場所が分かっている、おっとこれは、あーうますぎる、おかしい、アイアンサイドでこの威力、センチネルです、おっと今ずれていた、おっと確実にエイムはずれています、ずれています、少し上を打っていても頭に当たるように設定されているんでしょうか、あすごいですね、 T9 もすごい威力で当たると、あちょっと負けそうなのが面白い、次の進化まで70、さあ回復入れることができるか、ヒールドローン出せばいいんではないか、ヒールドローンも知らない、何のためにライフラインを使っているのか、そのバンダナを飾りなのか、センチネルで狙っていくが、おっとちょっとホーミングはついていないようですね、ホーミングがついていたら当たってますからね、おっとこれは裏も見えている、敵の位置はどのように見えているのか、矢印でもついているんでしょうか、そのまま、おっと今のもエムが合っていない、普通に当てていく、おっと今ヘッドが見えていた、まあでも敵の位置は見えてますからね、ジャンプしても当てる、おっと弾抜けか、今のは悔しい、だがここで素晴らしいエム、おっともう分かっている、大きいエイムが素晴らしい、もうそこにいるということが分かっている、今の3回連続でヘッショ入ってましたもんね、おっとうまい、なんというエイムだ、一体いくらボットを打ち続けてきたらこんなエイムが備わってくるのでしょうか、おっとここで報告入ります、一度ここで報告が入るようです、おっと必要なまでにエイムボットをオートエイムに、おっとなんというエイム、ぐちゃぐちゃです、どっちだって、やっぱオートエイムついてはりますじゃんか、違う方向にこうバーって弾が飛んでいってるんですよ、うわ何やこれってなって、それを見た時に完全にチンチンの皮をかぶった状態でションベンをした状態だった、あらぬ方向へとションベンが飛んでいった、その時の気持ちです、確実に狙いを定めているのにもかかわらず皮をかぶっていることによってあらぬ方向へと飛んでいってしまう、先ほどですね、ふみさんが見ているのにもかかわらず、不適切な表現をしてしまい大変申し訳ありませんでした、次でもたびたび耳にしますが、現在でも一周はしているのでしょうか、具体的にはどんな匂いなのか聞いてほしいです、ということで部屋がすごい臭いらしいんですけど、一応、まあ、誤解されてる方がいるかもしれないんで言っておくんですけど、その、はいはいはい、私の体から一周を放っているのではなく、うん、家というそのものが臭いだけであって、はい、その待って、リサさんから香ってるわけじゃない、そうで、うん、あのそのシンクあるじゃないですか、ありますね、ありますね、はいはいはい、あそこから、うん、
その下水とかの匂いが逆流してくることがあって、そう3日に1回ぐらい、はい、急にあのトイレのなんかあの水溜まってるところがポコポコポコって音がするんですよ。なんで怖い。何その音がしてる時って大体その下水の空気が逆流してきてて、あーそういうこと、もうトイレがもうすっごいことになってて、やばっ吐き気してきたんだけど。え、だからマジで臭くて。業者頼んだらどうにかなるとかの範囲じゃないの？まあどうにかなると思うんですけど、でも一回その一瞬に気づいて水流しちゃえば、なんかまた元通りになるんでいいかなと思って。ならないだろ。いやそんななんか水でごまかそうみたいな、ならないだろ。ちょっとめんどくさくて、業者呼ぶのが。ちょ、呼んでくださいよ、田中さん。なんでだよ。運営さんに頼んでくれよ、頼むから。お願いしますよ。その下水周りの匂いってことは、その配信でも言ってたけど、だいぶその、うんこに近い匂いがするみたいな話をされたじゃないですか。そうですそうです、うん、そうですそうですじゃないんだけど、そんな清楚な顔でそうですそうですって言われても困るんだけど、はい、業者呼ぶよりもうんこの匂いがする方がマシなの？はい、その業者呼ぶのって電話しないといけないじゃないですか。あー、電話苦手なタイプのヒューマンね。電話しないといけないぐらいなら、まあ定期的に臭い方がマシかなって思って。絶対マシじゃない。絶対マシじゃない。本当にめんどくさいんですよ、電話って。なずちゃんとかにお願いしてさ、電話してもらえないの？ひなのでもいいからさ、電話できるでしょ、 あの二人なら。言ったらやってくれますね、でしょう、でしょう、うん、頼むよ。今ネットでできるとこあるよって言われてるよ。え、本当ですか？ちょっと言わないでくださいよ。ここに貼らせるな。お嬢様がまだ V スポ加入前のベニさんに送った地獄のおにぎり DM 事件、玉木くんはご存知ですか？じゃあ、まあ、あの V スポの、ね、役もベニちゃんに、まあ、地獄の おにぎり DM、 なんですかおにぎり DM って。私がまだその V スポに入る前から、あの役もベニさんとはちょっと仲良くさせていただいてて、で、私あんまり友達がいなくて。え、あ、そうなの？でもなんか、はい、リサちゃん、ね、明るいからいっぱいいそうだけど。嬉しい。でもいなくて、友達が。あ、そうなんだね。そうで、うん、そのなんか深夜に急に暇だなって時に遊びに誘ったりできる友達が、あの、いなくて。あ、いや、まあまあ、でもそれはあんまりみんなもいないよね、うん、視聴者のみんなもね。そう、いないよね。よかったよかった。で、なんかその当時はあんまり仲良くなかったんですけど、何回かゲームしたことあるぐらいの関係で、あんまり仲良くなかったんですけど、はいはい、なんかこの人なら、私が誰がらめしても受け入れてくれそうだなと思って、急に何の脈絡もなく深夜に DM で、あの、ベニちゃん、私が握ったおにぎり食べてくれるっていう DM を、怖い、あの、3回ぐらい送り続けてたら、あの、ベニちゃんが、なんかあまりにもなんか心配になって、私のことが。優しい。なんか私の共通の友達に、その、なんかリサちゃんっていう子からこういう DM が来るんだけど、あの子頭大丈夫みたいな。相談大丈夫ではない。そういう相談をしてた。怖っ。ホラーじゃん、もうそれさ。やばっ。いや、てかベニさん、それでも今も仲良くしてくれてるの優しい。そうなんですよ。そうだから、いい女だなと思って。いや、ま、マジでいい人じゃん。え、ま、マジか。でも玉木さん、そんな DM 送ったら受け入れてくれます？私が急に。いや、多分ベニさんにチャットするわ。なんか花房さんからやばい DM 来たんだけど、何ですかこれって。え、なんでなんで受け入れてくれてよ、おにぎり。なんでおにぎりをまずリサちゃんが握ってる前提なんだ。そう、私が握ったおにぎりを食べてくれるかどうかの愛の選定。でも下水臭い部屋で握ったおにぎりでしょ。あ、そうですね、下水臭いおにぎりを。だからそう、食べてくれるかどうかで相手の気持ちを測ってます。ねえ、無理。次滑らない話が聞きたいな。 JR のやつの話面白かったなということで。おい、えぐいの来たな。えぐいの来ましたね。えぐい。これ覚えてらっしゃいますか、 JR の話。いや、 JR のやつ聞きたいんですか。 JR じゃない方がおもろいですか。いや、だって JR、 なんかこの人 JR の話知ってるから。あ、そうですね。なんか別の話がいいんかなって。別の新しい引き出し出してくれるんですか。いや、でも面白くないですよ。あ、そうなんですか。いや、まあ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 ね、なんか丸々丸マッサージの話も聞きてえなって言ってる人もいますけど、何ですかこれ、性感マッサージ。あ、行くか。え、そう。え、何のマッサージ。怖い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 。まあ僕がこれ大丈夫、 NG ないですよね。大丈夫ですよね。 NG ないです。締めた OK です。大丈夫です。 OK です OK です。ディープな話になっちゃうんですけど。あら、ちょっとライトに攻めるんじゃなかったですか、はい、もうディープいきますか。僕がですね、あの、とある、はい、まあ、あの、中国系の方かな、アジア系の方が働いていらっしゃる、
はい、まあ、いわゆる風俗というんですかにちょっとあの失礼させていただきまして、いいっすね、はい、うん、でその時にですね、僕ちょっと寒かったんですよ、うん、寒かったら男に何が起きるかっていうと、はい、思いのほか小さくなるんですよね。ああ、まあ確かにそうですね、縮こまってしまいますね、縮、はい、こまってしまってね、服始め脱いだ時に、はい、まあおさそらもうなんかこれポイフルみたいな、ポイフルみたいな待ってポイフルみたいなちょ、カイトのポイフルが失礼してしまったわけですね。そう、カイトのポイフルが出てきちゃって、そうね、それは仕方ないな、でわーみたいな感じになって、向こうもハニーさん服脱いでね、あーそこ向こうになってねみたいなようになって、うん、なるほどですねそこからまあそういう経緯が始まるじゃないですか。そうですね、サービスが、いや素敵ですね、まあ、うん、はい、始まりまして、じゃあ僕もちょっとね、僕のポイフルがなんなんと、なんていうんですか、こう膨張するじゃないですけれども、あ、ポイフルがポイフルじゃないものになんかなるんですね、はい、うん、だんだんとなってきて完全体になった時に、おー、その向こうの人が、はい、わお、モンスターモンスター、なるほどね、出たね、出てしまったわね、ポイフルからモンスターになった確かにそのとんでもない膨張率を誇ってしまったんでしょうね最初がやっぱ寒かったから、そうそうそう何の話させとんねん、初対面やぞ顔面しいや、夕暮れは彼岸花、夜は海の色、さよならの呪文で先にお忘れたの。